トリニティ・ニューンズ・ネオ・ディローデットはトリニティ株式会社によって日本国内向けに開発された第4世代移動通信システム対応のシムフリーアンドロイドスマートフォンである。Windows 10モバイルモデルとして発売されたトリニティ・ニューンズ・ネオの後継機種にあたる。今回のモデルチェンジより搭載 OS をアンドロイドとした。外形寸法は全機種と同一であるため。 全機種に対応して作られたカバーやフリップケースは継続して使うことができる。全機種から比べてスペックは全体的に向上しているほか、外装にも細かな改良が加えられた。シムフリースマートフォンであり、かつメーカーによる OS のカスタマイズを極力抑えている一方でフェリがお財布形態に対応している。全製品から引き続いてストラップホールが搭載されている。 新たに指紋認証センサーを搭載し、防人防滴仕様になっている。SIM フリースマートフォンとしては、対応バンドが豊富であること、AUKSIM では、ウォルトに対応していることなどもあって、使用できる SIM や MVNO の選択肢が広い。初期状態で端末にセットされているアクセスポイント情報も豊富である。DSDS DS には対応していない。 ニューンズメオ最大の特徴とも言えるコアコンセプト、いわゆる端末の、非世界は本製品でも健在で、全製品のカバーなどをそのまま流用可能となっている。スマートフォンのデバイス部分であるコアに上下に分かれたカバーのトゥートーンや手帳型カバーのフリップを別途購入し組み合わせることができる。カバーはその色のみならず、コルクやデニム、 石材などといった素材レベルで多様な製品が用意されており、これらを付け替えることで同一端末でありながら見た目や質感を大きくカスタマイズすることが可能となっている。カバーの 3D データは無償で公開されており、個人が 3D プリンターなどで自作カバーを製作することも可能。逆にコア単体でのカラーバリエーションは存在しない。 極力カスタマイズを抑えた元の状態の Android で提供されているため UI などは Android 標準のものがそのまま使われているほか初期状態の搭載アプリもごく少ない詳細はリリースノート参照ありがとうございます